から弥生3月になります。3月の1日木曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます。野村国丸です。おはようございます。鈴木純子です。木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は何度まで話して都心は22度まで5月上旬並みですあと3度プラスで夏日ですね。本当ですよね。すごいね。ただ海行きたいな。海ね、京都いいですね。海のそば住んでるんだけどね。波洗いが、そうなんですよ、ね、で健康を書かなきゃダメですからね。海行かないようにしてくださいね。はい、さてこれからよく聞く三寒四温っていう言葉ありますね、はい。3寒くて4あったかい、これからそういう季節に合っていくんですか。そうですね。で今日は気温が上がってゴールデンウィーク並みの暖かさになって、週末にかけても3月から4月並みの暖かさが続くんですが、次のタイミング、寒のタイミングは月曜日から火曜日の雨なんです。で火曜日また火曜日の、雨の後に火曜日からまたちょっと寒くなりそうです。ああ、そうなんだ。はい、三寒四温繰り返していきますね。あ、3日暖かくて4日寒いってやつかな。三寒四温、まあ、そうなの。確実にそうってわけじゃないんですけれども、物事の例えで、まあ、3日寒い日があれば4日暖かい日もある、そう思ってシベリアとか寒い地域の寒さを耐えたっていう、そういうことなんですね。ちょっと古いこと知ってるよね、はい、シベリアの話もね。実体験ではありませんけれどもね。はい、まあでも一雨ごとになんか季節が変わるっていうのはまさにその感じはしてますよね。そうですね。でまだ波浪警報も、神奈川県の三浦半島に出てますし、暴風警報は千葉県北東部南部、そして茨城県北部と六甲地域、そして洪水警報が、千葉県北西部の東葛飾地域に出ていますのでご注意ください。洪水、はい、河川の増水、あ、そうです、河川の増水に警戒ということです ね、 ね、まあ、伊藤敦夫さんも今日は海に近づかないでなるべくね。残念ながら、はいはい、さあスペシャルウィーク今日4日目ということになりますが、今日も、美味しいものがあります。はい、美味しいもの、今日は築地庄です。大正元年創業の老舗インドカレーのお店、中栄のカレーと林のルーの瓶詰め2本セットを番組宛てにメールファックスを寄せいただいた方の中から抽選で5名様にプレゼントさせていただきます。もうつい先日取材でお邪魔させていただいたんですが、瓶詰めなんですよね。レトルトじゃなくて瓶詰めが、これがまたいいよね。独特のカレーと独特の林なんですが、うん、おそらく伊藤敦夫さんが召し上がった時に、あれこれ懐かしいなっていう、そういう感じですか、うん、洋食屋のカレーとしてはちょっと癖があるんですよ、うん、でもその癖がたまんなくいいんです、うん、なんか最近ほらインドカレーとか、はい、ね、あっちのカレー屋さんが随分増えてるね。もうね、どうしてもやっぱりね、昔のカレーなんです。 あと蕎麦屋のカレーとか、ね、あ、いいですね。ああいう感じが好きですね。まあ、中栄のカレーという、はい、中栄の前に中栄なし、中栄の後に中栄なしってぐらい中栄のカレーが好きだって方が非常に築地の、まあ、働いてる人には多いんですよね。今日はそれプレゼントいたします、はい、詳しいことは9時50分頃からお伝えしていきます、はい、で10時台の、今日の極みシアターのお客様です、はい、あなたの知らない振付師の世界ということで、振付師のパパイヤ鈴木さんにお越しいただきますね。まあ、数多くのヒット曲の振り付けもやってらっしゃるんだけど、デブヤっていうんでね、一時期は石ちゃんと、ね、パパイヤさんと二人で万有、単ね、万有って言葉を最初に言ったのはパパイヤさんだったような気がするんですけども、痩せちゃったのね、デブヤなくなっちゃったでしょ、うん、寂しいですよ ね、うん、本当にね、卒業しちゃいましたね。卒業しちゃったのに石ちゃんだけになっちゃったね。ね、でまあそういうことで今日のメッセージ、そういうことでね、こういうことも分かりませんけど、パパイヤさんにいろんな話を、親父ダンサーズも気がつけばもう20年だそうです、
りね、この辺の話も伺いますが、今日のメッセージテーマです。パパ嫌。パパ嫌。安易なネーミングですね。そうでしょ。どっかの総理大臣と同じですね。向こうで今抗議してますけどね、考えたディレクターがね。そうですか。一生懸命頑張って、ね、なるほど。で絞り出すように、うん、パパ嫌っていう、うん、これに至った至ったという、ね、パパ嫌。まあ今ラジオ聞いてらっしゃる方で、もしお父さんの方がいらっしゃって、で特にその、まあ、娘さんがいたいるそういう場合ってのはいろいろ、まあね、敦夫さんのとこもそうですし、うちもそうですけども、娘がおりますね、うん、あの親父に対するなんかこう嫌っていう、僕いまだに覚えてるのはね、まだ娘たちが家にいた頃ですから、まだ学生時代ですか、あのある夏の暑い日に、あのパンツ一丁でぼーっとこう、ソファーに座って横に犬がいてテレビをぼーっと見ている休みの日の昼下がりに、微動の話で申し訳ないんですけど、おなかの調子が良かったのか良くないのか分かりませんが、放屁というのがございますね、それをこう意外と自分でもなんでこんなに長く出るんだろうという、時間出した時に、あの娘たち2人が失笑ですよ、失笑しながら部屋を2人で出て行った時に、なんかね本当に申し訳ないなっていう、いやって言われたわけではないけれども、やめてよじゃないなくてっていうこうふんっていう、このなんていうんですか、あざけ笑いっていうんですか、うん、な何この生き物みたいな、うん、なんか汚いものが見えるやつね、そう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 、うん、あーやだやだっていう、これはそういえばそうだな、僕はあの昔ね、珍しくね明るいうちに家に帰ったことがあるんですよ、うん、だから庭にあの娘のうちの一人がポツンと立ってて、うん、ではいただいまーつって言ったら、うん、じーっと僕の顔見て、うん、一言バカ親父って言ったから、ね、今でも覚えてますねお嬢さん何があったんですかね、分かんないんだよ未だに、本人に聞いても覚えてないって言うんですけど、バカ親父って、うん、なんかもう的確だっただけにね、うん、あの返す言葉がなくて呆然と一瞬立ち尽くしたというのがありますね、何があったんですかね、なんですかね、でも心情吐露したんでしょうねいや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 、まあそういうお父さん、まあ、あのご自身がお父さんとかお父さんじゃない場合でもいろいろあるかもしれない、まあ、ちょっと広めて親父まで行っちゃっても結構です、はいはい、パパいやでメッセージお寄せください。ファックスは03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には、国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいた全ての方の中からお一人の方に塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントいたします。そして今朝の鉄道の情報です。大雨や強風の影響などで遅れが出ている路線があります。東京メトロ東西線は三鷹方面行きの列車に最大20分、中野方面行きの列車に最大10分の遅れ、有楽町線と副都心線は、それぞれの列車に最大20分の遅れです。都営浅草線は押上方面の列車に最大17分の遅れ、都営三田線は目黒方面行きの列車に最大10分の遅れ、JR 京葉線は上下線の一部列車に最大10分の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。国丸ジャパン極み今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン。敦夫さん、今日は裁量労働制の問題で今国会大騒ぎになってますけど、まあ、その問題に関連して官僚組織の体質ってなんでこんなことをするんだろうなっていう話をねちょっとします。お願いします。そして極みシアターのお客様はパパイヤ鈴木さんです。さらに今回も印象的だった話題やキーワードをクイズにしてお出しします。正解すれば現金1万円をプレゼント。エントリーの方法など詳しくは11時の時報の後にお知らせします。国丸ジャパン極み午後1時までの生放送です。 FM916 AM1134 でお楽しみください。お知らせの後は最初のコーナー深読みジャパンです。9時11分に間もなくなります。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパンです。毎週木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです。まずこのニュースから。安倍総理大臣は昨夜、
加藤厚生労働大臣らと総理官邸で会談し、働き方改革関連法案から裁量労働制の部分を切り離すよう指示しました。会談には自民党の二階幹事長や岸田政務調査会長、それに公明党の井上幹事長ら与党幹部も同席しました。安倍総理はこの中で働き方改革関連法案に関し、国民に疑念を抱かせた、裁量労働制は全面削除すると述べました。その上で、働き方改革はアベノミクス最大のチャレンジで、今の国会最大の重要法案だ、必ず今の国会で成立させると述べました。一方、収入が高い一部の専門職を労働時間規制の対象から外す高度プロフェッショナル制度の創設は維持する方針を示しました。まあ、これ月曜日のコメンテーターであります大谷昭弘さんも、まあ、要するに安倍総理が、経営陣側にこう約束した、約束っていうかお願いした 3% の賃上げ、これなんとか頼むよと。その代わり裁量労働制で、もう少し労働環境というか、こう、企業側、経営者側にいい条件のようなことを用意するという、まあ、交換条件のようなものが、どうやらその 3% の方は、まあ、賃上げもなかなかうまくいってない状況の中で、この裁量労働制の方も、今回は、切り離して3月以降ですね、今月以降にまた議論と。まあ、これは経営者側からすると、ちょっと話が違うんじゃないのってことになりそうだってことですね。まあ、そうですね。で、ちょっと最初にお答えしておくだけに、裁量労働制っていうのはもうすでに実現してるんですよ。はい。で、今回の法案というのはその範囲を広げるという法案ね。で、そこのところを、まあ、取り下げるということになったんですけど、考えてみると、ね、安倍政権ってそのネーミング大好き政権なんですよね。前から言ってるように、例えば内閣改造のたんびに新しいその一枚看板掲げますよね。地方創生、女性活躍、一億総活躍、働き方改革、で今なんだ、人づくり革命か、まあ、どんどん看板掛け替えるわけですね。で、もう一つね、国会開くたびにね、国会にもネーミングするんですよ。最初の方でやっぱり地方創生国会とか言ったでしょ。それからね、成長戦略実行国会とかね。で、今回なんだと思います？今回、今の通常国会、はい、何なんですか？今回働き方改革国会なんですよ。へー、そうだったんだ。そういうネーミングを政権がしたわけですよ。その看板に傷ついちゃったなっていう感じですよね。ですよね。だからここまでできれば、そのなんとかしのいで、これ関連法案全部で8本あるんですよね。同一労働同一賃金とかね、いろんな、あとは残業時間の上限規制とか、8本あるんですよね。そのうちのこう1本なんですけど、1本なんだけど、これ今栗山さんおっしゃったように、結構いろんな意味で重要な1本だったんですよね。で、それが、まあ、今回こういう流れの中で取り下げということになってしまった。働き方改革国会ですから、だから全面的に看板下げなかったら看板の一部塗り替えみたいな状況ですけど、これやっぱり政権にとってね、今まで、まあ、数の力で言っても向かうところ敵なしだったわけで、出してきた法案、まあ、実はこの法案まだ出てないんですけどね、国会には。これから出すんですけど、出した法案はみんな通るという状況を作り出していたし、公明党もついこの間までは賛成だと言ってたわけですよね。で、それがまあ急激にブレーキがかかった。力関係で言うと、自民党サイド、あるいは公明党も含めてですけど、党サイドがブレーキかけたと。ああ、そうなんだ。官邸としては、官邸はなんとかやりたかったんですけど、党サイドからブレーキがかかったっていうのが基本でしょうね。二階幹事長なんかも、かなりこう、慎重にやれみたいな話をされてました、ね。で、これが今後、政権運営にどういう形で影響を与えるか、それはまあ、これから見ていかなきゃまだ分かりませんけども、まあ、政権にとっては久しぶりのつまずきという感じでしょうかね。さあ、このニュースももちろん、まあ、今日のこの後の伊藤和夫さんのお話は、まあ、これが入り口になっているかと思います。木曜日恒例の伊藤和夫さんの川柳です。忖度で数字ごまかす厚労省厚尾。忖度で数字ごまかす厚生労働省厚労省ですね。はい。まあ、この裁量労働制の拡大に関して、導入のその、まあ、根拠とも言われていたデータが、実はとんでもなくいい加減だったと。不正確、異常な数値の羅列、
ある意味疑えば捏造、うん、1万数千箇所の事業所に労働基準監督官が訪問をして聞き取り調査をしたんですと、これは正しい数字なんですと言ってたのは、調べてみたらまあとんでもない数字がやっぱりある、うん、一番笑ったのは1日 の残業時間何時間ぐらいですかって質問に対して45時間って答えが出てますね1日何時間でしたっけ24時間ですよ ね、昨日笑ったんだけど、よく子供に勉強しろって言ったらもう50時間もやってるよって、1日は24時間だよっていう話と同じ話ですよね、こんなものがねもうすでに500箇所近く見つかってるわけですね。でそもそもその裁量労働制って何かっていうのは、ま、ご存知の方ご存知ない方もリスナーの中にいらっしゃるかもしれないんで、はい、一応なぞっておきますと、簡単に言うと1日の労働時間に関係なく、実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ経営側とその働く人との間で取り決めた残業代っていうのを設定をしておいてですね、で、例えば何時間働こうが、1日例えば、2時間残業しましたという前提で、1日のトータルの労働時間10時間ということにしましょうねと、実際は8時間で終わってもいいし12時間になっても、10時間で計算しましょうと、で最初からその給料と残業代を固定化して、そういう契約のもとに働くというシステムなんですよね。でこれまでそれ導入されてたのは専門性の高い仕事、例えば専門業務っていうのが一つあって、これは、新聞記者の人とか弁護士とか、あるいは研究開発部門の人とか、であと企業のこう企画立案部門に携わってる方ですね、こういう人たちだけが今まで対象だったんですが、今度の法案の中には一部の営業職もこれに含めようよという話になっていたわけですね。でこの仕組みって、まあ変な言い方でメリットもあるんですよ、やっぱり自分のこう自由にね時間を、要するに理解のある会社ならね、一番問題なのはブラック企業がこれを利用して無理やり働かせるっていうことなんですけど、ちゃんとした企業であればそれはフレキシブルにこう働けるっていう、こう一種のメリットもあるわけですね。8時間会社にいなくてもいいよ、5時間でも3時間でも、そう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 、何だったら来なくてもいいよって会社なんですね。そういうことなんですね、でところが今言ったようにやっぱりね、皆さんの心配事っていうのは残業代固定化されるとそれ以上に働かされるんじゃないかっていう不安感がこの問題に関しては非常に広く、言われていた点なんですね。でもう一つ言うと、これ裁量労働制の拡大というのは経営者側が昔から要求してたことなんですよ。経営者側が要求する、経営者側にメリットがある、すなわち働く側にデメリットがあるんじゃないのと、経営者側がなんでそれを要求したの、突き詰めて考えれば経費削減ですよね、多分ね、経費削減ってことはじゃあ実際の労働時間以上に働かせるってことかなっていう疑念が、まあここでもまた広がっていたわけですね。で今回ね政権側のね、僕は戦術ミスだと思ってるんですよ。戦術ミス、でまさにここの部分に対する危惧の念が非常に高かったわけですよ。だから安倍さんはじめ政権側は盛んに、いや裁量労働制拡大しても過重労働にならないですよっていうことを盛んに強調したかったわけですよね。で例えばその発端になったのは1月29日の安倍総理の国会での答弁なんですけど、そこでは要するに平均的な方で比べればね、一般の労働者よりも裁量労働者の方が、まあこれ丸学校ですけど短いというデータもあるという発言をおっしゃったわけ、それからその後もちょっとこのデータおかしいよって言われた後も、いや違うんだと、この制度を活用すれば子育て世代のお母さんたちがもう早く保育園にね子供を迎えに行って一緒の時間過ごせるんだってことを散々言っちゃったわけですよ。でそこで結局裁量労働制の中身についての話ではなくて、裁量労働制を拡大すると勤務時間が増えるのか減るのかみたいな話になっちゃったわけですね。で減るんだという根拠にしていたデータが実はさっき言ったように極めてずさんなものだったっていうことが明らかになって、その結果追い詰められ、で、まあ、いわば取り下げっ
ていうね、方向に今、設け始めてしまったわけですね。で、安倍さん、この前、これまでは、答弁撤回すると、答弁は撤回するけれども、データは撤回しないとか、わけのわかんないことをずっと、こう、答弁を繰り返していたわけですけども、まあ、昨日の国会での質疑の中からでも、もう早くも、要するに全貌が明らかにならない限り、政府全体として前に進むことはできないというのを答弁をされて、明らかに軌道修正がありまして、最終的に昨日の夜の段階で、今報道されている通りであれば、ここの部分だけ8本のうち1本落として7本でいこうやという方向に、まあどうやら切り替わってきたということになるわけですけれども、これさっきも言ったように今後の政権運営にもちょっと影響出てくるかな。やっぱりね、盤石、順風満帆だった安倍政権も時につまずくねっていう感じになっちゃっているわけですよね。まして働き方改革国会ってネーミングしてですね、これがもう政権の最大の課題だとおっしゃってたのの一部にせよ下ろさざるを得なくなってきてるっていうのは、これはやっぱりダメージになる可能性っていうのはあると思うんですね。これ伊藤さん、要するに今まで盛りかけありは、うん、まあ、スパコンも含めてなんですけども、うん、その問題とちょっと質が違いますよね。これ日本の国策としてこれからやっていこう、うん、ということについて瑕疵があった、誤りがあったってことは、ね、今までのいわゆる問題とは全然違いますよね。だからここまで来ちゃうと、あの法案実は労働者にとって悪い法案だったんじゃないのと、うん、なんかさっきも国村さんもおっしゃったように、政権が、企業、経営者側と組んで、労働者いじめの法案になっちゃったんじゃないのってイメージがこう、強まっちゃったわけですね。そうすると、政権に対する信頼度っていうのがですね、なんだと、一般国民の味方じゃないんだと、政権は。経営者の味方なのか、っていうふうにも見られてしまう。その意味でも、結構ダメージがね、来る可能性があるんですね。ただまあ、今日はその話だけがテーマじゃなくて、今回のこう一連のこう問題の中心部分って何だったろうかというと、その政策云々の部分じゃなくてね、言うとデータの部分ですよね。厚労省が出してきたデタラメデータ、これがまあ問題をこうとんでもなく大ごとにしてしまった一つの理由じゃないですか。で、これ見ててね、私感じたのはね、まあ前から思ってたことなんだけど、これ官僚組織の体質なのかなってつくづく思ったんですよ。で、こんな言葉知ってますか？数字は嘘をつかない、だけど嘘つきは数字を使うってこと。これは伊藤麻生さんがよく使う言葉です、はい、まあ、本人も書いたんですけどね、で、今回の件あまりにもこうずさんすぎるし、ここまでひどいケースっていうのは過去にあんまり僕は例がない思うんですけども、ただね、似たような例ならいっぱいあるんですよね、これまで振り返ってみると。で、一言で言うとですね、官僚組織って数字を使って自分たちに都合のいいデータを作り出す能力が極めて高いそういう組織なんだって僕は思ってるんですね。で、実は僕自身体験したことがいくつかあって、一言言うとね、官僚組織が出してきたデータとか数字っていうのは、よっぽど勉強して、よっぽど注意してチェックしないと、見抜けないよと。問題があるかないかを。っていうのが、これまでの取材経験なんかで、つくづく感じてる部分なんですね。で、だって何しろ官僚組織ってね、ある種のこうデータとか数字を独占的に持ってるわけですよ。今回の場合も、さっき言ったように厚労省は、その全国1万数千事業所を全部チェックしてるんですよって言われたら、普通の人は、あ、すごいそれ正確なデータなんだろうなって思っちゃうじゃないですか。で、そういう意味で言うと、官僚組織が持っているデータあるいは数字をどううまくこう使いながら自分たちの思ってる方向の、中身に作り上げていくかっていうことが官僚組織はできるんですよ。で、逆に言うと都合の悪いものは排除することもできるわけです。で、数字ってどこ、いっぱいある数字の中のどこを使うかによって出てくる結論って全部変わるんですよね。で、その数字自体は嘘の数字じゃないんですよ。数字そのものは、ね、数字そのものは。だけど、例えば10個別々の数字があったとして、その中のこの2個を使うか、こっちの3個を使うかによって
結論は全然違うんですね。でそういうことを前提に官僚組織とのこう関係の中で調査なんかかけていかないといけない。非常にね手間暇かかるんですよ、こういう取材って。で一つ僕覚えてる、非常によく覚えてる例があって、某文藝春秋という月刊誌で書いたんですけど、公務員の給与の問題をこう調べててね、でまずこの問題に取り組んだ時に素朴な疑問があったのは、総務省が毎年やってる民間給与実態調査っていうのがあるんですけど、このデータを見ると民間企業のサラリーマンの、これ正社員の皆さん平均給与を見ると420万とか430万なんですよ。で一方公務員の平均給与を見るとですね600万前後なんですね、でこっちの600万前後の根拠になっているのは何かというと人事院勧告ってやつですよ、でじゃあ人事院勧告はどうやってその出してくるのかっていうと、人事院がやっぱりその民間企業を調査をしてですね、その平均に準拠する、準拠って言葉ですけどね、金額を弾き出してそれに基づいて公務員給与を決定するっていうシステムなわけですよ。あれと思ったわけですよ。随分差がありますよね。総務省が調べた平均給与と人事院の言ってる平均給与で民間のね、同じ民間の給与なのになんでそんなに違いがあるんだろう。で調べ始めたら面白かったのは、その総務省がやってるその民間企業実態調査って規模も大きいんですけど、大企業、中企業から中小企業、それから零細企業、一人企業まで全部カバーしてるんですよ、はいはいはい。まあ、サンプル数はそれぞれ違いますけどね。で見ていくと、その従業員規模50人以下の、まあ、中小零細企業のサンプルが一番多いんです、総務省の場合は。で一方人事院の調べてるデータをこう見るとですね、従業員当時ですよ、今はちょっと下がって、今は50人規模まで下げてるんですけど、当時は100人規模以上の企業で調べてるんです、対象が、ね、従業員の数によって給与って明らかにこう連動してるんですよ。従業員の数が多い企業ほど給料が高いんです。で調べていくとそういうデータもあるわけですね。でそうすると極めて大雑把に言うとですね、民間のサラリーマンの方の真ん中から上を調査対象にして、その平均値を取ると、トータルで見ると、上から4分の1の平均なんですよ。数字が出てくるわけですよ。高くなるに決まってるわけでしょ。でそれがね、初めて分かったんですよ。だから人事院がで作ってるデータって正しいんですよ、自分たちは調査かけましたと、でその平均値取ってます、これは嘘じゃないんですよ。でもよく調べると、じゃあ対象の事業規模どうなのっていうところまで落としていくと、ちょっと違うんだよねって話になってくるじゃないですか。でその後ね、別に私が書いたからかどうかは別として、50人規模まで下げてるんですよ、人事院、でこれちょっとフォローしたね、ここにもインチキがあるんですよ。50人規模も対象にしてるんだけど、対象企業の数がまず少ないっていうのは一つと、それから50人規模の以上のね、まあ、対象企業でいうと課長職があって、なおかつその課長が10人以上の部下を持ってることとかね、変な勝手な内規を作ってあるんですよ。ローカルルールを作っちゃったんだ、そうするとどんどん弾かれるわけですよ。やっぱりね、従業員の規模が少なくても、優秀な企業しか対象にならないと、そういうね、詐術を使うんですね。これはだから嘘はついてないと、彼は嘘はついてない、だけどからくりがあるんです、そういうケースっていくらでもあって、それからもう一つ官僚組織の特徴として、今回もそうだったんですけど、野党側が全部の調査の原票を出せって言ったら、当初ないって言ったでしょ、はい、あっという間に出てきたわけですね、はい、でこれついこの間の森友の問題でもですね、佐川前国税庁、理財局長、まあ、今国税庁長官が交渉記録がないって言ったのが、ここのとこ来て25件も出てきてる、これもね、官僚機構のね、ある種の、ね、性格です。ね、都合の悪いものはないことにするでも出てきちゃう、出てきちゃうんだったらね、最初から白状しろよこの野郎っていうのがあるんですけどまあだから今回の場合で言うとね、多分ね、これ裁量労働の枠の拡大っていうのは2013年の9月に安倍政権が国家最高戦略っていうのを決めてるんですね。でその中にもう盛り込まれてるんですよ、
で、この調査は実は2013年に行われている調査なんですよ。だから私は勝手な解釈で言うと、あ、その戦略に合わせるためのデータを作ろうということで、まあ、忖度、これはこの間2つ言いました、忖度とまで言い切れるかどうか分かんないけど、配慮したデータを作ったのかなと。でもそれって嘘じゃんって話ですよね。そうですよね、はい、でこういうことやってるとやっぱり官僚機構そのものがどん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 信用性を失っていく、どっかでやっぱりブレーキかけないとね、僕は前から言ったように責任者をきちっと処罰をしなさいと、それをやらないから、官僚機構ってもう一つの特徴は誰も責任取らないってことなんですよ。それをやっていかないと国民の皆さんからの信頼どんどん失いますよ、いうことになるでしょうね。罰せられずに、栄転する人もいますけど ね、はい、ということで、木曜日の深読みジャパン、コメンテーターは政治アナリストの伊藤惇夫さんでした。来週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。まあ、これ月曜日のコメンテーターであります大谷昭弘さんも、まあ、要するに安倍総理が、経営陣側にこう約束した、約束っていうかお願いした 3% の賃上げ、これなんとか頼むよと、その代わり裁量労働制で、もう少し労働環境というか、こう企業側、経営者側にいい条件のようなことを用意するという、まあ交換条件のようなものが、どうやらその 3% の方は、まあ、賃上げもなかなかうまくいってない状況の中で、この裁量労働制の方も今回は切り離して3月以降ですね、今月以降にまた議論と、まあこれは経営者側からするとちょっと話が違うんじゃないの、ってことになりそうだってことですね。まあそうですね。で、ちょっと最初にお断りしておかなきゃいけない、裁量労働制というのはもうすでに実現してるんですよ、はい、で今回の法案というのはその範囲を広げるという法案ね、でそこのところを、まあ、取り下げるということになったんですけど、考えてみると、ね、安倍政権ってそのネーミング大好き政権なんですよね、前から言ってるように、例えば内閣改造のたんびに新しいその一枚看板掲げますよね、地方創生、女性活躍、一億総活躍、働き方改革、で今なんだ人づくり革命か、まあ、どん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 看板掛け替えるわけですね。でもう一つね、国会開くたびに、ね、国会にもネーミングするんですよ。最初の方でやっぱり地方創生国会とか言ったでしょ、それからね、成長戦略実行国会とかね。で今回何だと思います？今回、今の通常国会、何なんですか？今回働き方改革国会なんですよ。へえ、そうだったんだ、そういうネーミングを政権がしたわけですよ。その看板に傷ついちゃったなっていう感じですよね。ですよね。まあ、だからここまでできればそのなんとかしのいで、これ関連法案全部で8本あるんですよね、同一労働同一賃金とかね、いろんな、もうあとは残業時間 の上限規制とか、8本あるんですよね。そのうちのこう1本なんですけど、1本なんだけど、これ今栗間さんおっしゃったように結構いろんな意味で重要な1本だったんですよね。でそれが、まあ、今回こういう流れの中で取り下げということになってしまった。働き方改革国会ですから、だから全面的に看板下げなかったら看板の一部塗り替えみたいな状況ですけど、これやっぱり政権にとってね、今まで、まあ、数の力で言っても向かうところ敵なしだったわけで、出してきた法案、まあ、これ実はこの法案まだ出てないんですけどね、国会には。これから出すんですけど、出した法案はみんな通るという状況を作り出していたし、公明党もついこの間までは賛成だと言ってたわけですよね。でそれがまあ急激にブレーキがかかった。力関係で言うと自民党サイド、あるいは公明党も含めてですけど、党サイドがブレーキかけたと。ああ、そうなんだ。流れとしては、官邸はなんとかやりたかったんですけど、党サイドからブレーキがかかったっていうのが基本でしょうね。二階幹事長なんかもかなりこう、慎重にやれみたいな話をされてましたね。でこれが今後、政権運営にどういう形で影響を与えるか、それはまあこれから見ていかなきゃまだ分かりませんけども、まあ政権にとっては久しぶりのつまずきという感じでしょうかね。さあこのニュースももちろん、まあ今日のこの後の伊藤惇夫さんのお話は、まあこれが入り口になっているかと思います。木曜日恒例の伊藤惇夫さんの川柳です。忖度で数字ごまかす厚労省厚尾。忖度で数字ごまかす厚生労働省厚労省ですね、はい。まあ、この裁量労働制の拡大に関して、導入 その、まあ、根拠とも言われていたデータが実はとんでもなくいい加減だったと不正確
異常な数値の羅列、うん、ある意味疑えば捏造、うん、1万数千箇所の事業所に労働基準監督官が訪問をして聞き取り調査をしたんですと、これは正しい数字なんですと言ってたのが、調べてみたらまあとんでもない数字がやっぱりある、うん、一番笑ったのは1日 の残業時間何時間ぐらいですかって質問に対して45時間って答えが出てますね1日何時間でしたっけ。24時間ですよ ね、 そうですね、昨日笑ったんだけど、よく子供に勉強しろって言ったらもう50時間もやってるよって、1日は24時間だよっていう話と同じ話ですよね、こんなものがねもうすでに500箇所近く見つかってるわけですね。でそもそもその裁量労働制って何かっていうのは、ま、ご存知の方ご存知ない方もリスナーの中にいらっしゃるかもしれないんで、はい、一応なぞっておきますと、簡単に言うと1日の労働時間に関係なく、実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ経営側とその働く人との間で取り決めた残業代っていうのを設定をしておいてですね、で、例えば何時間働こうが、1日例えば、2時間残業しましたという前提で、1日のトータルの労働時間10時間ということにしましょうねと。から弥生3月になります。3月の1日木曜日です。 FM916AM1134 ラジコラジコプレミアムで、今日もお仕事中の方、病気ご療養中の方、どうぞお付き合いください。文化放送国丸ジャパン極みです。おはようございます、野村国丸です。おはようございます、鈴木純子です。木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は何度まで話したっけ。都心は22度まで5月上旬並みですあと3度プラスで夏日ですね。本当ですよね。すごいね。ただ海行きたいな。海ね、嬉しそうにいいね。海のそば住んでんだけど ね、 今日だね、波洗いから、波洗いね、で健康を考えなきゃダメですからね、海行かないようにしてくださいね。はい、さてこれからよく聞く三寒四温っていう言葉ありますね、はい、三寒くて四あったかい、これからそういう季節に合っていくんですか。そうですね。で今日は気温が上がってゴールデンウィーク並みの暖かさになって、週末にかけても3月から4月並みの暖かさが続くんですが、次のタイミング、寒のタイミングは月曜日から火曜日の雨なんです。で火曜日また火曜日の雨の後に火曜日からまたちょっと寒くなりそうです。ああそうなん。はい、三寒四温繰り返してきますね。あ、3日暖かくて4日寒いってやつかな。三寒四温。そうなの。確実にそうってわけじゃないんですけれども、物事の例えで、3日寒い日があれば4日暖かい日もある。そう思ってシベリアとか寒い地域の寒さを耐えたっていう、そういうことなんです。ちゃんちゃん古いこと知ってるよね、はい、シベリアの話もね。あ、実体験ではありませんけれどもね。はい、でも一雨ごとになんか季節が変わるっていうのはまさにその感じはしてますよね。そうですね。でまだ波浪警報も、神奈川県の三浦半島に出てますし、暴風警報は千葉県北東部南部、そして茨城県北部と六甲地域、そして洪水警報が、千葉県北西部の東葛飾地域に出ていますのでご注意ください。洪水、はい、降った雨が、河川の増水、そうです、河川の増水に警戒ということです ね、 伊藤敦夫さんも今日は海に近づかないようになるべくね残念ながら、はい、はい、さあスペシャルウィーク今日4日目ということになりますが、今日も、美味しいものがあります。はい、美味しいもの、今日は築地城です。大正元年創業の老舗インドカレーのお店、中栄のカレーと林のルーの瓶詰め2本セットを番組宛てにメールファックスを寄せいただいた方の中から抽選で5名様にプレゼントさせていただきます。もうつい先日取材でお邪魔させていただいたんですが、瓶詰めなんですよね。レトルトじゃなくて瓶詰めが、これがまたいいよね。独特のカレーと独特の林なんですが、おそらく伊藤敦夫さんが召し上がった時に、あれこれ懐かしいなって
ていう、あ、そういう感じですか、うん、うん、洋食屋のカレーとしてはちょっと癖があるんですよ、うん、でもその癖がたまんなくいいんです、なんか最近ほらインドカレーとかね、はい、あっちのカレー屋さんがずいぶん増えてるね、もうね、どうしてもやっぱりね昔のカレーです、 あと蕎麦屋のカレーとか、ね、あ、いいですね、ああいう感じが好きですね、まあ、あの中栄のカレーという、はい、中栄の前に中栄なし、中栄の後に中栄なしってぐらい中栄のカレーが好きだって方が非常に築地の、まあ、働いてる人には多いんですけどね、今日はそれプレゼントいたします、はい、詳しいことは9時50分頃からお伝えしていきます、はい、で10時台の、今日の極みシアターのお客様です、はい、あなたの知らない振付師の世界ということで振付師のパパイヤ鈴木さんにお越しいただきますね、まあ、数多くのヒット曲の振り付けもやってらっしゃるんだけど、デブヤっていうんでね、一時期は石ちゃんと、ね、パパイヤさんと二人で漫遊、単ね漫遊って言葉を最初に言ったのはパパイヤさんだったような気がするんですけども、痩せちゃったの ねデブヤなくなっちゃったでしょ、寂しいですよ ね、うん、本当にね卒業しちゃいましたね、卒業しちゃったの石ちゃんだけになっちゃったね、でまあそういうことで今日のメッセージ、そういうことで、ね、こういうことも分かりませんけど、パパイヤさんにいろんな話を、親父ダンサーズも気がつけばもう20年だそうですね、はい、この辺の話も伺いますが、うん、今日のメッセージテーマです、パパいやパパいや、安易なネーミングですね、そうでしょどっかの総理大臣と同じですね、はい、向こうで今抗議してますけどね考えたディレクターがねそうですか、一生懸命頑張って、ね、なるほど、で絞り出すように、うん、パパいやっていう、でこれに至ったと至ったという、ね、パパいや、まあ、ないのってイメージがこう、はい、強まっちゃったわけですね、うん、そうすると政権に対する信頼度っていうのがですね、なんだと一般国民の味方じゃないんだと、政権は経営者の味方なのかっていうふうにも見られてしまう、うん、その意味でも結構ダメージがね来る可能性があるんですね、ただまあ今日はあのその話だけがテーマじゃなくて、うん、今回のこう一連のこう問題の中心部分って何だったろうかっていうと、その政策云々の部分じゃなくてね、言うとデータの部分ですよね、うんうん、厚労省が出してきたデタラメデータ、うん、これがまあ問題をこうとんでもなくあの大ごとにしてしまった一つの理由じゃないですか、うん、でこれ見ててね、私感じたのはね、まあ、前から思ってたことなんだけど、これ官僚組織の体質なのかなってつくづく思ったんですよ、うん、でこんな言葉知ってますか、数字は嘘をつかない、うん、だけど嘘つきは数字を使うってこと、これは伊藤麻生さんがよく使う言葉です、はい、まあ、本人も書いたんですけどね、うん、であの、今回の件あまりにもこうずさんすぎるし、ここまでひどいケースっていうのは過去にあんまり僕は例がないと思うんですけども、ただね似たような例ならいっぱいあるんですよね、これまで振り返ってみると、で一言で言うとですね、官僚組織って数字を使って自分たちに都合のいいデータを作り出す能力が極めて高いそういう組織なんだって僕は思ってるんですね、で実は僕自身体験したことがいくつかあって、一言言うとね、官僚組織が出してきたデータとか数字っていうのはよっぽど勉強してよっぽど注意してチェックしないと見抜けないよと、問題があるかないかをっていうのがこれまでの取材経験なんかでつくづく感じてる部分なんですね、でだって何しろ官僚組織ってね、ある種のこうデータとか数字を独占的に持ってるわけですよ、うん、今回の場合もさっき言ったように厚労省はその全国1万数千事業所を全部チェックしてるんですよって言われたら、うん、普通の人はあ、すごいそれ正確なデータなんだろうなって思っちゃうじゃないですか、うんうん、でそういう意味で言うと官僚組織が持っているデータあるいは数字をどううまくこう使いながら自分たちの思っている方向の、中身に作り上げていくかっていうことが官僚組織ができるんですよ、で逆に言うと都合の悪いものは排除することもできるわけです、で数字ってどこいっぱいある数字の中のどこを使うかによって出てくる結論って全部変わるんですよね、でその数字自体は嘘の数字じゃないんですよ、数字そのものは、ね、数字そのものは、だけど例えば10個別々の数字があったとして、その中 あのこの2個を使うかこっちの3個を使うかによって結論は全然違うんですね、うん、
でそういうことを前提に官僚組織とのこう関係の中で調査なんかかけていかないといけない。非常にね手間暇かかるんですよ、こういう取材って。で一つ僕覚えてる、非常によく覚えてる例があって、某文藝春秋という月刊誌で書いたんですけど、公務員の給与の問題をこう調べててね、でまずこの問題に取り組んだ時に素朴な疑問があったのは、総務省が毎年やってる民間給与実態調査っていうのがあるんですけど、このデータを見ると民間企業のサラリーマンの、これ正社員の皆さん平均給与を見ると420万とか430万なんですよ。で一方公務員の平均給与を見るとですね600万前後なんですね、でこっちの600万前後の根拠になっているのは何かというと人事院勧告ってやつですよ、はい。でじゃあ人事院勧告はどうやってその出してくるのかっていうと、人事院がやっぱりその民間企業を調査をしてですね、その平均に準拠する、準拠って言葉ですけどね、金額を弾き出してそれに基づいて公務員給与を決定するっていうシステムなわけですよ。あれと思ったわけですよ。随分差がありますよね。総務省が調べた平均給与と人事院の言ってる平均給与で、民間のね、同じ民間の給与なのになんでそんなに違いがあるんだろう。で調べ始めたら面白かったのは、その総務省がやってるその民間企業実態調査って規模も大きいんですけど、大企業、中企業から中小企業、それから零細企業、一人企業まで全部カバーしてるんですよ、はいはいはい。まあ、サンプル数はそれぞれ違いますけどね。で見ていくと、その従業員規模50人以下の、まあ、中小零細企業のサンプルが一番多いんです、総務省の場合は。で一方人事院の調べてるデータをこう見るとですね、従業員当時ですよ、今はちょっと下がって今は50人規模まで下げてるんですけど、当時は100人規模以上の企業で調べてるんですよ、対象が、でね、従業員の数によって給与、あ、今ラジオ聞いてらっしゃる方でもしお父さんの方がいらっしゃって、で特にその、まあ、娘さんがいるそういう場合ってのはいろいろ、まあね、厚尾さんのとこもそうですし、うちもそうですけども、娘がおりますよね、親父に対するなんかこう嫌っていう、僕いまだに覚えてるのはね、まだ娘たちが家にいた頃ですから、まだ学生時代ですか、ある夏の暑い日にパンツ一丁でぼーっとこうソファーに座って横に犬がいてテレビをぼーっと見ている休みの日の昼下がりに、ビデオの話で申し訳ないんですけど、お腹の調子が良かったのか良くないのか分かりませんが、放棄というのがございますね、それをこう意外と自分でもなんでこんなに長く出るんだろうという、時間出した時に娘たち2人が失笑ですよ、失笑しながら部屋を2人で出て行った時に、なんかね本当に申し訳ないなっていう、いやって言われたわけではないけれども、やめてよじゃないなくてっていうこうっていうこのなんていうんですか、あざけ笑いっていうんですか、何この生き物みたいな、なんか汚いものが見えるよね、そう、あやだやだっていう。これはそういえばそうだな、僕は昔ね、珍しくね明るいうちに家に帰ったことがあるんですよ、だから庭に娘のうちの一人がポツンと立ってて、はいただいまーつって言ったら、じーっと僕の顔見て、一言バカ親父って言ったから、ね、今でも覚えてますねお嬢さん何があったんですかね、分かんないんだよ未だに、本人に聞いても覚えてないって言うんですけど、バカ親父って、なんかもう的確だっただけにね、返す言葉がなくて呆然と一瞬立ち尽くしたというのがね、ありますね。何があったんですかね、なんですかね、でも心情吐露したんでしょうねいやまあそういうお父さん、まあご自身がお父さんとかお父さんじゃない場合でもいろいろあるかもしれない、まあ、ちょっと広めて親父まで行っちゃっても結構です、はい、パパいやでメッセージお寄せください。ファックスは03-5403-1151 5403-1151、メールは japan@joqr.net japan@joqr.net です。今日もメッセージをご紹介した方には国丸ジャパン極みの番組特製ステッカーをお送りします。メールファックスをいただいたすべての方の中からお一人の方に塩釜おでん缶を2個セットにしてプレゼントいたします。
そして今朝の鉄道の情報です。大雨や強風の影響などで遅れが出ている路線があります。東京メトロ東西線は三鷹方面行きの列車に最大20分、中野方面行きの列車に最大10分の遅れ、有楽町線と副都心線は、それぞれの列車に最大20分の遅れです。都営浅草線は押上方面の列車に最大17分の遅れ、都営三田線は目黒方面行きの列車に最大10分の遅れ、JR 京葉線は上下線の一部列車に最大10分の遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。国丸ジャパン極み、今日のメニューです。この後すぐは深読みジャパン。松尾さん、今日は裁量労働制の問題で今国会お騒ぎになってますけど、まあ、その問題に関連して官僚組織の体質ってなんでこんなことをするんだろうなっていう話をねちょっとします。お願いします。はい、そして極みシアターのお客様はパパイヤ鈴木さんです。さらに今回も印象的だった話題やキーワードをクイズにしてお出しします。正解すれば現金1万円をプレゼント。エントリーの方法など詳しくは11時の時報の後にお知らせします。国丸ジャパン極み、午後1時までの生放送です。 FM916 AM1134 でお楽しみください。お知らせの後は最初のコーナー深読みジャパンです。9時11分に間もなくなります。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパンです。毎週木曜日コメンテーターは政治アナリストの伊藤敦夫さんです。まずこのニュースから。安倍総理大臣は昨夜、加藤厚生労働大臣らと総理官邸で会談し、働き方改革関連法案から裁量労働制の部分を切り離すよう指示しました。会談には自民党の二階幹事長や岸田政務調査会長、それに公明党の井上幹事長ら与党幹部も同席しました。安倍総理はこの中で働き方改革関連法案に関し、国民に疑念を抱かせた、裁量労働制は全面削除すると述べました。その上で、働き方改革はアベノミクス最大のチャレンジで、今の国会最大の重要法案だ、必ず今の国会で成立させると述べました。一方、収入が高い一部の専門職を労働時間規制の対象から外す高度プロフェッショナル制度の創設は維持する方針を示しました。実際は8時間で終わってもいいし、12時間になっても、10時間で計算しましょうと。で、最初からその給料と残業代を固定化して、そういう契約のもとに働くというシステムなんですよね。うん、で、これまでそれ導入されてたのは専門性の高い仕事、例えば専門業務っていうのが一つあって、これは、新聞記者の人とか弁護士とか、あるいは研究開発部門の人とかで、あと企業のこう企画立案部門に携わってる方ですね。こういう人たちだけが今まで対象だったんですが、今度の法案の中には一部の営業職もこれに含めようよという話になっていたわけですね。で、この仕組みって、まあ、変な言い方でメリットもあるんですよ。やっぱり自分のこう自由にね、時間を、要するに理解のある会社ならね、うん、一番問題なのはブラック企業がこれを利用して無理やり働かせるっていうことなんですけど、ちゃんとした企業であればそれはフレキシブルにこう働けるっていう、こう一種のメリットもあるわけですね。8時間会社にいなくてもいいよ、5時間でも3時間でも、なんだったら来なくてもいいよって会社なんですね。そういうことなんですよね。うん、で、ところが今言ったように、やっぱりね、皆さんの心配事っていうのは、残業代固定化されると、それ以上に働かされるんじゃないかっていう不安感が、この問題に関しては非常に広く、言われていた点なんですね。で、もう一つ言うと、これ、裁量労働制の拡大というのは経営者側が昔から要求してたことなんですよ。経営者側が要求する、経営者側にメリットがある、うん、すなわち働く側にデメリットがあるんじゃないのと、うん、経営者側はなんでそれを要求したの、突き詰めて考えれば経費削減ですよね、うん、多分ね、うん、経費削減ってことは、じゃあ実際の労働時間以上に働かせるってことかなっていう疑念が、まあ、ここでもまた広がっていたわけですね。で、今回ね、政権側のね、僕は戦術ミスだと思ってるんですよ。戦術ミス、うん、で、まさにここの部分に対する危惧の念が非常に高かったわけですよ。だから、安倍さんはじめ政権側は、
盛んに、いや裁量労働制拡大しても過重労働にならないですよ、うん、っていうことを盛んに強調したかったわけですよね。で例えばその発端になったのは1月29日の安倍総理の国会での答弁なんですけど、そこでは要するに平均的な方で比べればね、一般の労働者よりも裁量労働者の方が、まあ、これ丸学校ですけど短いというデータもあるという発言をおっしゃったわけ、うん、それからその後もちょっとこのデータおかしいよって言われた後も、いや違うんだと、この制度を活用すれば子育て世代のお母さんたちが、うん、もう早く保育園にね子供を迎えに行って一緒の時間過ごせるんだってことを散々言っちゃったわけですよ。でそこで結局裁量労働制の中身についての話ではなくて、裁量労働制を拡大すると勤務時間が増えるのか減るのかみたいな話になっちゃったわけですね。で減るんだという根拠にしていたデータが実はさっき言ったように極めてずさんなものだったっていうことが明らかになって、その結果追い詰められ、うん、で、まあ、いわば取り下げっていうね方向に今動き始めてしまったわけですね。で安倍さんこの前はこれまでは答弁撤回すると答弁は撤回するけれどもデータは撤回しないとわけの分かんないことをずっとこう答弁を繰り返していたわけですけども、まあ、昨日の国会での質疑の中からでももう早くも要するに全貌が明らかにならない限り政府全体として前に進むことはできないというのを答弁をされて、明らかに軌道修正がありまして、最終的に昨日の夜の段階で今報道されている通りであればここの部分だけ8本のうち1本落として7本でいこうやという方向にどうやら切り替わってきたということになるわけですけれども、これさっきも言ったように今後の政権運営にもちょっと影響出てくるかな。やっぱりね盤石順風満帆だった安倍政権も時につまずくねっていう感じになっちゃっているわけですよね。まして働き方改革国会ってネーミングしてですね、これがもう政権の最大の課題だとおっしゃってたのの一部にせよ下ろさざるを得なくなってきてるっていうのは、これはやっぱりダメージになる可能性っていうのはあると思うんですね。これ伊藤さん、要するに今まで盛りかけありは、うん、まあ、スパコンも含めてなんですけども、うん、その問題とちょっと質が違いますよね。これ日本の国策としてこれからやっていこう、うん、ということについて瑕疵があった、うん、誤りがあったってことは、ね、今までのいわゆる問題とは全然違いますよね。だからここまで来ちゃうと、あの法案実は労働者にとって悪い法案だったんじゃないの、うん、と。なんかさっきも栗山さんもおっしゃったように政権が企業経営者側と組んで労働者いじめの法案になっちゃったんじゃないか。